ロイヤルカレッジオブアートはですね、そのアートとデザイン分野で、もう毎年常連、QS ランキング世界1位を獲得する、まあ、世界を完全に代表する大学院でやられますけれども、まあ、そもそもこれ出願しようと思ったきっかけは何だったんですか？そうですね。まず、RCA と聞くと結構アートとかデザインっていうイメージがあると思うんですけど、私が通っていたのは、完全にビジネスのコースで、サービスデザインというコースなんですけども、もともと、私がコンサルティングをやる中で、結構日本の大企業の新規事業とか、イノベーションとかっていうところを支援していたんですけども、どうしてもなんていうんですかね、いいものを作れば売れるみたいなカルチャーが結構根強いなっていうふうに感じていたんですね。なので、そこの、もちろん日本の技術力って素晴らしいと思うんですけども、より顧客視点でサービス開発したりですとか、プロトタイピングしたりみたいなところを学べる、サービスデザインっていうコースを検討したときに、一番有名だった RCA っていうのが候補として上がってきたのかなっていうふうに、感じるのが一点と、もう一つは、経産省が数年前にですね、結構デザイン経営宣言っていうのを発信しておりまして、今後デザインっていうのが、より経営レイヤーですとか本質的な経営課題の解決に用いられるようになるのかなっていうふうに率直に感じたので、実際イギリスとか欧州とかでデザイン留学に来ている官僚の方とかも増えてるんですよね。はい。そういった要因もあって留学を検討したっていうような背景になります。ケンブリッジの MBA の後 RCA のデザイン修士でしたかに、あ、はい。2つ、官僚の方って2年最大行けまして、そうですよね。1年がオックスフォードの MBA、2年目が RCA、なので、かなりホットな大学なんだと。多分その方とは私、かなり密にコミュニケーション取らあ、せさそうせていただいてます。なんはですい。か。お疲れ様です。で、出願に関してですね、やっぱ RCA さん一択だけだと結構リスクがあると思うんですけども、他はい。の大学には出願されたのかということですね、ととですね、その際に比較検討された大学院の中、その時感じられたプロスアンドコンズも教えてください。はい。実はですね、ちょっと私、RCA のみしか出願してなかったんですけども、っていうのも、当時ちょっとプロジェクトが本当に忙しくってですね、なかなか準備に時間が割けなかったっていうところと、ちょっと最悪落ちたら翌年でもいいやぐらいに考えていたので、ちょっと今はこれだけ円安になってて考えられないんですけども、ちょっとそういった浅い考えをしていたっていうのもあって、とりあえずランキングの一番上から受けたっていうのがちょっと本音のところですと。で、その留学を通じていろいろ他の大学院の方の話も聞いているんですけれども、例えばイタリアのミラノ工科大学ですとか、アメリカの、パーソンズですとか、フィンランドのアールトに通われている方と話す機会もあったんですけれども、その方々の話と比較すると、やっぱり RC はかなり実践的なのかなっていうふうに感じています。実際にプロジェクトを通じて、アイディア創出したりですとか、ビジネスモデルを考えて、ピッチをしたりみたいなところの、繰り返しにはなるので、実際にアカデミックな理論とか、論文執筆みたいなところは、なかったりもするので、一方でそういった、他の大学院では結構、アカデミックな、授業があって、たりですとか、一長一短なのかなっていうふうには捉えてはいるんですけども、そういったプロスコンスっていうのはあるのかなというふうには思います。まさか RC 一択で受けられたということで、音楽の世界で RCA さんの横にあるロイヤルカレッジオブミュージックしか受けないみたいな転換のそうですね。すさまじいことだと思います。で、はい。質問なんですけども、具体的にその RCA の、サービスデザイン修士の、出願要件とか、なんか出願書類を教えてください。基本的には、普通の大学院と一緒で、エッセイと、リファレンス、推薦状ですね、が一通必要なのと、RCA 自体は、あと、ビデオレターと、ポートフォリオですね。これは、多分ちょっとデザインスクール特有かなというふうに思うんですけども、1分半ぐらいですかね、ビデオレターでちょっと自分の、思いを述べるっていうものと、あとはこれまで自分がやってきたプロジェクトですとか、そういったところをまとめるポートフォリオっていうのがあったのかなというふうに思います。で、特に、UI、UX のデザインのスキルが必要とか、そういったところはなかったので、それは必須ではなかったのかなというふうに記憶しております。次に出願書類ですね。本当に1個しか受けられないということで、全勢力を、全、あの、神経を注がれたと、思うんですけども、どのように作成されたのかということと、そのちょっと苦労した点とか、工夫した点、これから出願する方に向けて、留意点があれば教えてください。
本当に私のコース自体は結構日本人のアルムナイの方が少なくてですね、特に自分のようなこうビジネスバックグラウンドの方っていうのが本当に知り合いにいなかったので、ポートフォリオは特に結構、まあ、お作法的なところも含めて、わからなくて苦労したなっていうのを覚えております。で、まあ、基本的に、私がこれまで、コンサルティングワークで関わったプロジェクトっていうのを記載したんですけれども、まあ、工夫した点としては、こう、他の学生とこうどう差別化するかみたいなところは結構考えたのかなっていうふうに思います。例えば、自分のようなビジネスバックグラウンドの学生っていうのは、基本的には多分、私の競合に当たると思うんですけれども、まあ、彼らとこう差別化するために、自分の例えば強みであるこう戦略立案のこうフレームワークとかっていうのをこう活用しながらこうポートフォリオを作ってみたりですとか、あとは結構日本人ってその割とグローバルだとちょっと消極的な印象を持たれやすかったりもするので、こうリファレンスを書いていただいたこう上司にもこうよりこうリーダーシップみたいなところを発揮した経験みたいなところをこう強調してもらうですとか、なんかそういったところは少しこう戦略的に検討はしていたかなというふうに思います。ちなみに留学エージェントとか使われたんですか？それも使ってなかったんですよ。はい。なので本当に、はい、無計画でちょっとびっくりされるかと思うんですけど。は衝撃です。ありがとうございます。い。で、まあ、ミドルエッセイがあったということは、インタビューは逆になかったとかいう 感じであ、すか？そうですね。インタビューはなくて、ただ人によるみたいで、受かるか受かんないか結構微妙なところにいる方は、割とインタビューがあったりとかもあるっていうふうには噂は聞きました。英語試験ですね。まあ、結構、IELTS で受験されてますか？あ、そうですね。はい。やっぱり IELTS 皆さん苦しまれる人が多くてですね、まあ、どのように受かった方が勉強してるかというところが気になるんですけども、まあ、ざっくりで結構ですね、どのように4技能とか、まあ、英単熟語ですね、対策されたのかということと、まあ、当時の1日の大体の勉強スケジュールも教えてください。あ、はい。そうですね。基本的に他の方と変わらないかなとは思うんですけども、公式問題集を繰り返し解くっていうところと、あとはオンライン英会話ですね。私の場合は DMM の英会話を基本的に毎朝、始業前に30分ぐらい やっていて、で、ただちょっとスケジュール的には、私も働いていたので、仕事が終わった後ですとか、仕事が始まる前にやるしかなくてですね。なので、まあ、大体こう、8時ぐらいに一旦こう切り上げて仕事を で、まあ、ご飯を食べたり、お風呂を済ませたりした後に、だいたいこう22時ぐらいからですね、問題集を解いたりですとか、まあ、その後仕事したりとかもあったんですけれども、まあ、あとは結構、隙間時間をいかに活用できるかっていうのは、社会人は本当に大事かなっていうふうに思っていて、まあ、移動中だったりですとか、料理中とか、英語のポドキャストを聞いたりはしていましたね。はい。最近 X のツイートでも今コンサル、戦略か何か分かりませんけど、コンはい。サルの方がもう毎日2、3時に終わるのにどうやって GRE とか IELTS を勉強したらいいのみたいな苦しいみや、をツイート本され当てるに。方もおられましたけど、本当にコンサルが働きながら対策するというのは本当に、まあ、至難の業なんだなというふうに思いはまい、す。すごここくで共どん感しなます。アドバイスありますか？そうですね。まあ、先ほど申し上げた通り、隙間時間をいかに活用するかかなというふうに思っていて、結構なんか、探してみると隙間時間ってたくさんあるんですよね。移動だったりですとか、料理中だったりですとか、なんかこう、歯磨き中だったりですとか、なんか結構探してみると結構あるので、そこをいかに活用できるかっていうのはすごく大事かなというふうに思います。